新聞等で報道があったことは承知しておりますけれども、ちょっとこれ以上のことはお答えできないと、受理されたという連絡も受けてございませんので、これ以上は分かりません。平川教育長は、地検から対応を求められれば協力すると述べるにとどまりました。市民団体、県教委官製談合疑惑をただす市民の会が提出した告発状では、県教委が2021年に平川教育長と親交のある NPO 法人パンゲアと結んだ契約について、締結前に教育長たちがパンゲアを他の契約希望者より有利な地位に置いたなどと指摘しています。今月末の退任を前に平川教育長は一連の契約問題に関して、県民にご迷惑をおかけし誠に申し訳なく思うとともに、責任はすべて私にあると改めて陳謝しました。